お兄さんすいませんはい今何聞いてますかあ、今ですかえっと今えっとゴールデンラッシュポッドキャストのエピソード6聞いてるんですけどなんか今 Amazon Music Unlimited だったら30日間無料で9000万曲以上も聞けるしなんかポッドキャストも聞けるみたいでなんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じですありがとうございます 熱いピザあんま好きじゃない俺あそうだろ俺ニューヨーク出身だから遅い方好きあこういう好きのそじゃシカゴピザとかだめなシカゴピザはピザじゃないよそれただラザニアあれやばいやばい攻撃攻撃してるプルルッ はいということで今回のゴーデンアッチポッドキャストのゲストはニューヨークと日本の両国サーチのバイリンガル攻撃的なサウンドと圧倒的なラップスキルで YouTube から人気上昇している黒人ミックスラッパーカゾくんですこんにちはラップビッチ <laughs> <Yo> what's up, what, s up? <S <laughs> what up, what up, what up <laughs> ど,どっちする日本,日本語でいきましょうオッケーオッケー頑張ります頑張りましょうで まあ今回来てくれてありがとうということで、ちょっといろいろ聞いていきたいと思ってるんだけど、まず YouTube から始めたよね、最初。そうですね。そうですね。ちょっと暇で作った動画とか、<laughs> そう遊びで作った動画でしたね。<laughs> あれ <laughs> が日本に住んでたその経験とかそうん、うん、そのストーリータイムとか、そんなのを投稿してましたね。でも、まあ、その Y.H.A.D.Japanese School イイだったっけ、一番バズったやつ。それが なんかバズるなんかえっ <laughs> バズりたくなかったあれバズりたくなかったあれただ適当でやって俺が投稿した24時間後、うん、まあ多分80視聴回数しかなくてあーこれはフロップだったな <laughs> <laughs> ってなってでもまあいいやと思ってその 一週間後、なんか急に2万紹介するてそんで、どんどん上がってたんですよ。あ、そうなんだ。多分その1ヶ月後、100万再生した。やばえ、じゃあ最初の本当に、最初はもう80回とか全然だったけど、一気に伸びた感じなんだ。一気に伸びたっすよ。へー、そのアルゴリズムのおかげっすね。あーそっかそっか。え、実際に、え、あれはもともとさっき暇でやってたけど、今こういうふうにアップやってるけど、 そラップにつなげようと思って YouTube を始めてたのそうそう、俺のあの時一番好きな YouTuber はフィリシー・フランクだったから。あフィリシー・フランクだったから。そんな中コミデニアンのその方向行って、そんでバズったら音楽をプロモしようと。ああ、そのつもりだったけど、そ YouTuber も飽きたね。ああ、言飽きた。 バズった瞬間、あきた。あ、そうだ。これずっと続けなかった俺。あ、そうだ。毎週投稿するのめんどくさいよ。めんどくさい。確かにめんどくさい。だってあの時、その YouTube ビデオ、その動画が10分以上にしないといけなかった時期だったから、はいはいはい。TikTok まだいなかったから。なかったね。あ長くなっちゃうもんね。 そうなんだじゃあもうえでも途中から結構ミュージックビデオとかも結構、はい、多く出すようになってきてて、はい、いろんななんか結構さダークな感じのさイメージあったんだけど、はい、結構その攻撃的なさ、はい、アグレッシブなラップでさめっちゃ速くしてババババーみたいなああ <laughs> そういうのがやっぱり自分のスタイルでまあもともと俺のスタイルだったねああそうなんだああそれは最初からどうしようかなって感じじゃなくて自然に うんそうそうそうシーズンだった僕が殺すようラップめっちゃ好きだったから <laughs> サンクラ時代のそのフロリダそのサウスフロリダののメンバーズオンとか超好き<ー>好きだったからはい、はい、それの日本バージョンはい、はい、でも日本日系のニューヨーカーほいほい <laughs> スタイルにしたかったですねなるほどね <laughs> <あ>えでもそういう風な立ち位置実際にもうあるからすごいよねだってさ結構珍しいやん。 うん、多分日本でもなかなかないサウンドっていうかさ、うん、でしかもやっぱりさブラックでさこうなんていうの日系人っていうバックグラウンドもあるからさ、はい、それも含み合わせてさ日本語と英語組み合わせてみたいなそう,、ね、そういうのすごいいいよね、うんうん、えっも,もう最初サウンドクラウドにも結構どうしてたの最初のほうとかうん最初はねでも,もうほぼ削除したけど <laughs> あ,あそうなんだあ、はい、あそっかそっかちょっと変なこと言っちゃってあ <laughs> そうだったちょっと出せないこと言っちゃったってこと <laughs> あれねあれねやばかった <laughs> <laughs> 超半端ない時期だった <laughs> 危ないあ、まああっああ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 あけああ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  16年の終わりのところだったね。うん、ああ、そうなんだ。うん、そ,うそうか、そうか。あれ、YouTube 始めたののってどの時期ぐら時、はい。同じ時期かじあ、そうなんだ、はいえー。え、じゃあさ、このラップにたどり着いたっていうか、昔からラップ聞いてた、子供の頃からあ、はいうん、あ、そうなんだ。もちろん。ろんどういうところからラップ、ヒップホップの音楽を聴き始めた生まれからもうお父さん、ラップ好きだったから。はい,はい、はいつもベイビー。 ああ、はいはい。そのファットジョーとか。うんうんうん。でも、俺が一番最初に気になった、俺として気になってたラッパーは、多分。ルラクリスだったね。ルラクリス。ああ、はいはいはい。はい。めっちゃ好きだった。あ、そうなんだ。小二の時も。ムーブビッチ。言ったよ。他の生徒に。そう。超悪いガキです。あ、そうだろう。え、昔は結構いろいろやらかしたの。うんうん。学校で。うん。 んかやばかったエピソードがんかないの個いや、結構ありました。んか言えることあるんか言えるストーリー1個とかあるいやもう全部同じ。もムーブビッチとかいろんなリリックとか俺のパーソナリティになって。ああ、そういうことか。いつも叫んじゃう。授業中に。授業中にムーブビッチって言ってたう

でもアメリカンスクール。アメリカンスクール。あ、インターナショナルスクール的なそうそうそう。ああ、そうなんだ。インターナショナルスクールっていうか、うんまあ、基地の学校、ベースの学校。あベースの学校か。そうそう。あっ、お父さん海軍だったか。はいはいはい。なるほどね。あそうなんだ。え、お父さんが海軍で、はい。で、いろんなところに回って、日本に行った時もベースに住んでたみたいな。うんあ、そう。住んでなかった。住んでなそのベースの外に住んでた。あ、ベースの外に住んでたの。あ、そうかそうか。でも学校はベースに行ってたんだ。 あ,あ、そうなんだ。えどうなのたぶんベースの中とか結構気になる人いると思うんでね。俺も行ったことないから。うん、え、関係者以外入れないでしょ、まあんうん、関係者以外。でもオープンベースの日もあるけど。あそうなんだ。誰も普通の一般人でも入れる,時とかある。はいはいはい。コン今週もある気がするえ、<laughs> そうなの横須賀とか横須賀とか、横須賀とか次とか、ザマ、横田も。うん,うん。あるそうなんだ。そうそうそう え、どういうイベントとかオープンベースの時はどういう感じなのなんかイベントやったりしてんのうんその独立記念日とか花火見るために開けるとかううん、そ普通の日本人みんなアメリカのピザ好きだから持って帰ってる人いっぱいいてあそっか確かに確かにアメリカのピザはでかいよねでかいでかいし熱いしそうね

<laughs> さあそう <laughs> お気に入りのピザは何どういう普通のプレーンのチーズチーズのみのそうおーダーラースライスうんもう今ダーラースライスじゃないねニューヨークは <laughs> 今もう高いでしょ今高いもうダーラーじゃなくて1ドル25とかじゃ <laughs> ああんま変わってない <laughs> でも、まあ、ダーラースライスやで、ね <laughs> もう札で払いたいた <laughs> 確かに確かにそうだよね札とワンコイン確かにそれは違うよね確かにダラーで行きたいもんね、うん、そういうことかなるほどね、うん、ニューヨークのその文化面白いのえどんぐらい日本とアメリカで両方ともに育ってるんでしょうん、い何歳まで日本にいて何歳からアメリカ行ったのえっとね俺まあ生まれはアメリカだったっすねおいおいで生まれから4歳か5歳 アメリカに行って、その後、日本に引っ越して、で、高一まで日本に行って、アメリカに帰って、ああ、そうなんだ。えー、そうなんだ。同じぐらい。同じぐらい。半分半分みたいな。半分半分。あそうなんだ。え、日本とアメリカの違い。ま YouTube でちょっと話したと思うんだけど、日本とアメリカの違いで、 いい違いと悪い違いとかなかったりするまずはまずは日本にいるとまあ警察から殺されないからまあまあまあ確かに確かにね武器持ってないからそうねそうねでも差別は同じぐらいだと思うねそっかまあアメリカの住みやすいところがあるけどまあ高いああはいはいはいそうね あんま俺、アメリカにいるとき、あんまアジア人にいるところにいないから、ああ<ー>そうね、間、まあ、違い結構あるね。そうか、まあ。もう俺、アメリカのそのブックリンのとマンハッタンのちょっと悪いところに住んでたから、うん多分日本の方が安全はいまあ結構ある。ちなみにさ、あ, <coughs> あのフットみたいなところで育ったってことはい あ、そうなんだ。結構、やっぱ違うでしょ。う。だいぶ違うよね。違う違う。そうだよね。え、多分日本って多分平和だと思うんだけど。まあ、超平和。超平和だよね。うん。確かにね。そうだよね。やっぱ、え、ブルック、その昔に出たところは夜とか歩けないみたいな。うん。なんというふまあ、まあ、まあ、行くところあるなら、まあ、歩けるけど。うん。 ちょっと安心して。そうね。こう、Always the c なきゃいけないみたいな。常にね、身の回りを気をつけて。気をつけて。そうなんだ。ちなみに、やっぱそういう環境で揃ったことが自分の音楽のさ、こういうアグレッシブさに下がったりとかしてる分たぶそうね。そうなんだ。えー、そうか、そうか。ちなみにさ、曲とかはさ、どういうふうにいつも書いてんの えー、いつもなんかそのプロセス違うんだけど、うん、まあ基本はいつもビートから作ってるの俺あ全部ビートから自分作ってるのはい、はい、まあ8割 <laughs> すごっ <laughs> はい、はい、えー、どういう8割ってあ自分の曲の8割ってことはい、はい、8割もうビート作ってるすごいねだって他のビート買いたくないからあ自分のビートがいいんだうん、うん まあ時間かかるけど、はいはい。勝ちになる。まあそうだよね。確かにそうだよね。え、ビート作るのとラップするの、どっちを両方とも同時に初めて勉強し始めたのいや、最初はラップだけだったね。あ、そうなんだ。でも自分の曲、そのサウンクラウ以外に配信したかったから、そのサウンクラウ時代、俺、その他のビート、そのプロデューサーのビートパクって、投稿したから、そね だから、ビートをその制作し始めた。え、そのビートを作るのどうやって勉強したまあ、YouTube のチュートリアル。あ、マジでそうなんだ。もう、え、なんていうアプリ使って、アプリうかそのプログラミングプログラム使ってる最初は FL で、その後、まあ、ロジック。うん。あ、そうなんだ。今はロジックで。今はロジック。へぇ。自分の中でさ、ビートの作り方のこだわりとかあったりするこだわりってなんだっけこだわりって。 Like something that's like um how to say it like something that you take pride in or pride in or like something that you so for example like for my film called I like to have a soft light or like a like I guess styles ah, ah ,わかる,わかる. okay uh, okayまあいろんなジャンルまあ絶対ねああ。Uh... メインはラップだけど、サビとかはもロックな、ロックかパンク系か、それかその上ネタ、ギターとか、そんなの好きです。なるほどね。それか、まあ、なんかノスタルジックな感じ、まこのドラムは90年代っぽいドラム入れて、そんなこだわりですね。ああ、そうなんだ。でも結構パンクの影響もやっぱあるああ、りますあります。パンクのアーティストも聞くの あ、あり、はい。あ、そうですね。今はショミードバリー、ニューヨーク出身のパンクバンド今ま聴きまくってます。え、そうなんだ。はい。そうかそうか。結構この分かんないけど、こういうこのノーズミー、うんセプタムっていうのそれ。セプタム。セプタム。ああ、これもなんかパンクっぽくない。うんパンクっぽいね。パンクそうそうだよね。今あんまりいないねラップしてるラップしてるそのこれ持つやつ少ないと思う。ローズイヴル。ああ確かに。 ヤングサグぐらいかな。ヤングサグ確かにね。超珍しいよね。これいつ入れたの ?5 年前。あ、マジでえ、痛くなかった一瞬だけ。あ、一瞬だけか。泣いた。泣いた、一瞬だけ。そうだまあ、そうだよね。俺もこっちしかピアスしてないんだけど、あの、っ痛かった。こっちもやろうと思ったんだけど、もう痛くてこっちできなかったの。 個やっっっってオッケーこちろうと思たたいいみな最初は2016年の時にこっち開けたんだよねでこっちはもう痛すぎてやるねでそのあと閉じてで2年3年前ぐらいにこっち開けてそれこそのりのりからもらったのさっきのバーバーのやつからもらったやつなんだけどでこれもほんとにそのさ機械とかあるじゃんこのパンチみたいなじゃなくてあのこの縫い物の。 はそれで氷で冷やして、ガーって、それダメじゃん。それ、ダメじゃん。絶対やめた方がそう、そう、そう、毎回なった。そう、そう、洗わなかった。洗った、洗った、一応洗ったし、あの消毒もした。そう、そう、そう、消毒もして、冷やしてみたいな。でも、もう。だから、痛いのか。だから、痛いのか。

これ、え、ピアスも含めてピアス含めて。ああ、そうなんだ。そうかそうか。それはこっち、それとも、向こう。向こうでやったんだ。そっかそっか。え、このタトゥーはさ、これはね、雲雲。スパイダー。スパイダーなんだ。いやなんで雲にしたのこのえ、傷があったから、それ隠すために掘った。そうなのあ、そうなんだ。うんえ、何の傷どうしたのこの傷は。たぶん、たぶんその。

俺の彼女めっちゃスパイだ嫌いなのよ。もうエスフォビア。彼女弱いな。喧嘩言われてる。そうだね。いやもうそうだと思う。でもクモはねいっぱいいるやん。うんいっぱいいる。そうだよね。普通だよ。ねそうだよね。確かに確かにそうだね。え逆に怖いものとかないの？キャベティンユー白人だね。 ハク白人だねでもまあ白人。白人ね、あそうなんだあ俺あんま白人の友達いないねあマジで、うん、そうなんだ、うん、なんでやっぱ結構あんまりいい思いとかもあった、うん、多分あいつ多分幸せな、まあ、う優しいやつもなん,かなんかレシストっぽいななんか雰囲気があるからそうなんだ、うん 結構いいそっかそっかそっか、うんで。ちょっとあんまりこういう感じなんだ。まあ、まあ、いるけど、3人ぐらい。うん、あでもいるんだ。でも,そのでもその、その3人も白人嫌いから <laughs> だから。<laughs> 白人だけで白人嫌いキラだ。自分の人種、うん、なんか、ヘイトがあるなら、まあ、うん、<laughs> あー、そうだ。 <laughs> そうださ <laughs> えでも結構じゃあ,あの BLM の時とか結構やっぱ、うん、いろいろ感じたうん感じたまあそうだよねようーんやっぱどう,どういう風うに思ったこのこの間の BLM まあこの間っつってお前23年前やと思うけど、まあ、いろんなまあ思いがあったねうーん そのプロテストとかも、あんまりいい経験じゃなかったね。ああ<ー>。そのリードしてる人たちが、まあ、ほぼ白人だったから。うん,うん。うん。うん。まあ、やばかった。うん <laughs> <laughs>。確かに何。何してんだよ。<laughs> <laughs> なんか。ええ。ね。うん。うわ。<laughs> <laughs>

でもそんなに人数いなかったね確かにまあ二十人ぐらい <laughs> 黒人好きな日本人 <laughs> <laughs> 確かにねプログレスだね俺の中学時代多分俺のお母さんぐらいかなだからねから確かにね <laughs> <laughs> そうかそうか俺の息子のために <laughs> やっ <laughs> そうだね、<laughs> そうか <laughs> <laughs> そうかそうかそうか、そっか、そっか <laughs> そっかえでもさ、実際にさ、日本に来てさ、うん、やっぱさ、俺も多分そうだと思うんだけどさ、うん、やっぱ見た目違うわけじゃん、周りと。うん、で、そういうので、なんかいろいろ経験あると思うんだけど、うん、どう、なんか日本の感じとかは。今、うん、今ですか、俺、どこ行っても目立つけど、はい、なんか、昔より多分もう。 プログレスあるね、<ー>良くなってるけど。まあ悪いところもあるし。マイクログラッションは何かしてる?あ<ー>。ああ<で>、マイクログラッションって何だ。そう、そなんか、まあ。微妙な差別とか。<ー>とはいはいはい。 N ワードぐらいは言わないけどあにそ、それっぽいな、うんなの言うやつとか、あ<ー>それがまあ、結構出てくる。あ<ー>まあ、例えば、まあ、変な質問とか、え、本名数を、はい、は,いはい。見た目日本人じゃないから、その質問聞くから、そ,ね、それがマイクロアゲレッション。ああもっと日本人の顔だったら、そんなの聞かないですね。まあまあまあ、そうだろうね。うん ああ、そうか、そうか。それはまだくる。ねうーん。それについてどう思うそのマイクロアグレッションって言ってて。まあ、俺もちょっとよくわかんなかったから、でも説明されて思ったんだけど。どうなんだろうね。俺はさ、結構日本で育ってるし、日本見てみてても、やっぱどうしても日本人が多いわけや。で、他の国と違ってさ、島国だから、わざわざその船で行かなきゃいけないしさ、やっぱり日本は日本の文化があってさ、やっぱ外国人に対して慣れてないところが絶対あると思うんだよね。だからなんか、 まあ確かに、そうやって俺とかもさ、あ、日本語上手ですねとかめっちゃ言われる。それ、言われるじゃん。うん、ゃん毎日。毎日だよ、ね。もうほんと毎日じゃん。そうそうそう。うん、それを最初の方は、まあ、これまた答さなきゃいけないのかと思ったけど、まあまあ話してたら、まあ、まあしょうがないかなって思ったりするっていうか、うん。それはどうなんだね。うん、俺もこれしょうがないな。うん。海外の人、まあ、うん、まあ認め、アジア人に見えない人、離れてないから、はい、そうだよね。しょうがないね。うん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 。まだ、まあ、イラつく。<laughs> <laughs> そっかそっか。2022年、慣れてよ。まあまあ、そうだね。確かに確かに。海外のメディアも見てるし。そうだね。確かに確かに。そうだね。そうだね。まあ、てか俺らは日本人だよ。まあ、そうだ。確かにそれはそうだわ。本当にそうだと思う。そうだと思う。確かにね。それは、まあ、確かにな。まあ、難しいとこあるよな。うん。確かにな。多分10年後、なれるかな。うん。 まあでも今結構外国人の人とかも多くなってきてると思うし、またミックスとかもハーフもこれからも増えてくると思うし、うんうん、まあ少しずつ変わっていくとは思うんだけどね。うん、昔より増えてきたな。ね、増えてきたよね。やっぱりね。うん、周りも結構多いやっぱ。うんうん、俺の地元も、うん、俺、昔一人だったね。<laughs> ああ、ほ、うんと。ブレイジャンとか。ブレイジャン。 地元のスーパーとか、そのブレイジャーの子なんか働いてる。あ、そうなんだ。えぇよりでかいけど。あ、そうなんだ。やば。え、でも結構少ないよね、ブレイジャーね。うん、少ない、少ないね。うん。周り結構多いブレイジャーの友達。地元はそんなにいないね。いない特にフィリピン人ぐらいかな。あ、フィリピン人とかね。はいはい。東南アジア系は確かに多いかもな。なるほどね、確かに。え、でもレイブログとかも友いよね。 うん、そうレイブログがなんか、それこそ前回レイブログ、このポッドキャスト出てくれて、やったんだけど、で、なんか、この間とかも、カズオ、俺昔からさ、カズオの YouTube 見てたから、うん、そうそうそう、だから知ってたんだけど、レイが、あ、カズオ知ってるみたいな、あ、知ってるよ、みたいな、俺は友達なんだよね、みたいなこと言って、うん、それであ、カズオとやるんだ、みたいなメッセージ来てて、そうだよ、みたいな話してたんだけど、うんうん、レイブログとかとはどういうつながりで出会ったの 共通の友達がいて高木という人で去年の夏秋葉原だっけ秋葉原じゃない。新宿歌舞伎町の辺あそうなんだ。普通にハンカートしてみたいな。そして昔から俺のことしててその人ともう一人のジェイドンっていうコリデンジーズの共通ああはい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 。 あなるほどね、そのつながりだったんだ。えー、そう、レイブログのことしてた俺知っあ、そうなんだ。顔見たことあるけど、あ、そうなんだ。うんえー、じゃあそこで始めまして、会って、友達なって、みたいな。そこからは結構仲いいの。うんあそうなんだ。結構連絡も取り合って、みたいな。う毎週、毎週、毎週ちょっとメッセージしてる。ああ、そうなんだ。 そうかそうか、なんかやっぱね、こう、ブレイジャンの、俺からしたらさ、すごいやっぱ、札幌だから、うん、さっきっブレイジャンいるの本当 <laughs> <や> <laughs> に、マジでいないのさ、<laughs> 本当にない、俺と今、弟、一緒にやってる弟ぐらい、<け>あと妹 <laughs> <laughs> みたいな。まあ、でもたまになんか、あのー、もう一人ね、とかセネガルかなんかのね、ミックスの子が一人いたんでね、うん、俺の同じ高校に。でも、他の高校は見たことないから。 不思議だなと思ってその高校にいや隣じゃなかったあんまり仲良くならなかったんだけどそうそうそうあんま会わなかったんだけどでも普通にか知ってるみたいな感じだったし俺の父親がその人の父親も知っててみたいなそうそうやっぱちっちゃいからコミュニティが父親がもうブラック全員知ってるみたいな札幌のブラックがもうこれぐらいしかいないからマジでそうそうそで片手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 い片手で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 で片手で片手で いつ行ったんだっけ？三月。おお。でそれはなんで北海道に行ったの？誕生日だったから。おお。行ったことないところを行きたかった。へえ。北海道にした。おお。行ったのは札幌？札幌。札幌と旭山だっけ？旭山。旭川かな？旭川。旭川も行ったの？うん。おお。え札幌どうだった？寒かったね。寒かった。ま三月だもんね。三月も。 その冬落ち着くと思っていや落ち着かないです札幌の場合は雪の壁もあってやばかったそうだよねそうだ季節的に結構エグい時期だったわ3月で良かったもん今年特に今年冬が多かったってか冬じゃねえわ雪が多かったのよ今までの時と比べてもそうそうだかたそれでもう大雪だった俺到着したそうでしょ大雪だったでしょえ何したの札幌でいやそうだ うん歩き回った歩き回ったうんそのあほんとすすきのとか行ったうん行った行った行ったあマジでもうすぐそこだったからあそっかまあそのすすきのすすきのもう到着したま直後はなんか俺が知ってるファンから声かけられたあそうなんだおおそれ嬉しいねうんでも一人だったからわあ危ないと思って確かに確かそうかそうかえどうだったそのすすきのの クラブとか行った行ってない。行ってないんだ。俺、クラブあんま行かないすよ行かないんだ。つまんないから、あれあんま飲まないから、あ飲まないんだ。なんか、それ飲む以外なんか楽しめないじゃん。確かにね、クラブね。音楽とかはあんまり。仕事以外しか行かないね、クラブ。あそうなんだ。えぇ。はい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 。そのライブの当日も、まあ。 ライブの30分前、え、30分前、クラブに行くの。あ、そうなんだ、もうギリギリに行くんだ。ギリギリ。うん、えー、あ、そう、ギリギリに行って、うん、もうパフォーマンスしてすぐ帰るみたいな。そう。あ、そう <laughs> <laughs> そう。うん、じゃあ、本当に好きじゃないんだね、クラブ。嫌いではない。嫌いではないんだ。嫌いではないけど、うん、まあ、俺の。 バイブズじゃないね。ああ、なるほどね。え、どういうことしたいの例えば、なんかゆっくり楽しんで遊びたいってなったら、何する?。あ、ま達、ちんちん、ちんちで遊ぶぐらい。うん。ゲームとか、音楽振ったりとか。うん。スケボーとか。あ、スケボーするんだ。俺超内向的なやつだから。ああ。人と。その話したり、あんま、まあ、にが、まあ、苦手。ああ、そうなん、ひし、人見知りだったりする。 あ、そうなんだそそっか俺の曲と真逆ですねうだよねだからさ俺もちょっとさだってなんていうの今日最初貼った時にもちょっとなんかやっぱ曲とか聴いてるとさ結構さグーッて結構そういう感じやんだからそういう感じなのかなと思ったら結構あっ遅れてごめんなさいみたいなちょっとなんかすげえいやいや俺疲れてるだけ疲れてるだけあそうだね、オッケーオッケーオッケー疲れてるだけう。でもなんかすごい丁寧でなんかすごいなんていうの物腰柔らかくて いや、頑張ってる、頑張ってる, <laughs> 頑張ってるだけ <laughs> え。そうだった、<laughs> そうか、そう,か <laughs> そうだったえ、ちなみにさ、曲とかなんかさ、あの、作るときはさ、どういう、いや、結構こう、どういうエナジーをさ、こう、チャンネルして作ってんのいや、えー、誰もいないから、も、まあ、うん、何でもできる、どんな音量か出せるから、まあ、パッとできる。へ <laughs> えー、そうなんだ。 え結構さ、インスタグラムとかにもちょっと載せたりしてるじゃん、インスタグラムとか、うん、TikTok とか載せてる、うん、と思うんだけどさ、この縦方のビデオでさ、ちょっとラップしてパッと載せたりとかしてるんじゃん。うん、ああいうのはさ、なんか、あのー、プロモーションとしてやってる感じなの。それともなんか好きだからやってる感じなの。好きだから。好きだからやってる感じなんだ。まあ、俺、毎日音楽作ってるから、うん、でも、その、 それいいつも作ってる曲絶対出せなじゃんまあまあまあそうね。全部出せないから。でも、無駄じゃん。それ確かに。だから、TikTok にしよう。ああ、そういう感じなんだ。もうじゃあ作ってるものの出す場所として TikTok を利用してるみたいな。なるほどね。そっかそっか。そうなんだ。え、どう実際にこうやってて。やっぱ楽しいまあ楽しい。あそうなんだ。楽しいけど、まあ毎日投稿するのがめんどくさい。あまあそうだね。 もう毎週1回でいいよ。毎週1回でいいよ。あ、そっかそっか。そうなんだ。え、レコーディングとか、もうスタジオとか借りて自分でやってるの、全部。もう部屋でやってるよ。部屋でやってんだ。え、すごいね。え、じゃあもう、ミックス、ミックスイングとかはどうすんのもう自分で。全部やってんのすごっ。全部自分でやったんだ。うん。やばいな。まあ、金かかかないらまあ、まあ確かにね。自分のペースで作れるしね、しかもね。うんうん。確かに。 他の人が俺のボーカルミックスのなんかできないね。あ、本当。といないね。いないからまあ自分でやるしかないね。はい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 。うん、そっかそっかそっか。うん、まあでもそうなんだ。すげえな、うん、全部自分でやってんだな。で、クオリティ高いもんな。うんうん、すごいなと思い,いや、マジで。すごいわ。うん、え、こういうの全部できるのにどんぐらいかかった、うん、えーと、まあ。平均はまあ。 一週間ぐらいかかるね。うん、一個作るのにみたいな。はい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 。ビート作ってみたいな。ビートまあゼロから作るの。はいはいはい。ビート成果作るのすげえよ楽器はできんの？うん、まあキーボードはまあまあできる。まあそうだね。じゃないとビート作れないから。うん、そっかそっか。あとまだギター習っ学んでる。あ、そうなんだ。ギターとかも勉強してゅ。へえ。あ、そうなんだ。コードぐらいはできる。はい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 。 細かいところはまだできないねあーそれもギいた全くわからない弾けんの全然弾けない音楽系マジできない歌えないし楽器できないしみたいな音痴だしみたいなドクタードレイのそのネクストエプソーシューそれ弾けるよで、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 弾けるよあ、でもあれ、あれあれあれ、いうのゃーってでしょそうそうそうああ懐かしいあのなんだっけあれやばかったよね あのスーパーボールのさ見たあれあ見た見たスーパーボールならやばくなったやばかったやばかったよねすごいよねすごいなエミネムに対してはどう思うエミネムエミネムはね俺一番最初に教科書にしたラッパーだったよあそうだから昔好きだったよあそうなんだへえそっかやっぱさでもそうんか面白くないエミネムってさ確かに白人だけどさやっぱさ いろんな人から支持されてるやん黒人も含め、うん。でもあいつ、まあ、白人嫌いな,なんか雰囲気があるから好き。ああ、そういうことだ。そういうことなんだ。<laughs> なるほどね。なるほど、そっかそっかあいつそうか。絶対白人の友達、まあ3人ぐらいしかいないらしい。<laughs> <laughs> なるほどね。なるほどねそうかそっかそっか。か <laughs> マネージャーぐらいか。マネージャーぐらいか。 だからエミネムは全然いいバイブス感じるの。なるほどね。そっか。なるほどなエミネム好きっすかエミネム好きだよ。うん。まあでも、めっちゃ聴くわけじゃないけど、最近あんま聴いてないね。うん。曲も出してないしさ、たぶん。うん。うん。まあ、嫌いではないけど、うん。まあ、聴かないの、日常。日常では聴かないよね。なんかでも結構その、早すぎる。早すぎる、早すぎる、早すぎる。 うん、めっちゃわかる。いや、そうで、ね <laughs>。ちなみにさ、髪型のこだわりとかはさ、あん,あんのまあ、遊びで。<laughs> 遊びで <laughs>、うん、普通のそのナチュラルのままなんかつまんないから。あ<ー>高校時代、初めてブリッジしたねー。ずっとブリッジしてんのあ、そうなんだ、もう自分でブリッジしてんのそれ。はい、えー、すげえな。 え、結構どんくらいの頻度でブリーチするのどれくらい How do you? どのくらいかなたぶん、まあ。まあ、毎月。まあ、とりあえず毎月で。毎月毎月,毎月ブリーチしてんの、うんうん、マジで。うん、痛くなんない頭皮。熱い。<laughs> 熱いのか。熱い。あ、そうだよね。うん、熱くなったりするよね、絶対ね。うん、俺も一回したのよ。これ残ってるんだけど、少し。これ、ブリーチして、金髪してみたいな。全部入れたんだけど。うん、めっちゃ痛かった。 でも慣れるなれるもんなのかななれるよ。なれるもんなのか。そうなのかもしれない。まあ暑いけど、まあより暑くは感じない。ああ、そういうこと確かに。でもなんかもう痛いから嫌らなよね。だからもう半分ぐらいだけやりたいなと思って。うん。そうそうそう。そっちの方がいいかも。そうだから、そしたらチアダスすれなくなじゃん。そうそう。だから多分、今度やる時もティップだけやって。だって俺もチアダまで してないからああ、そっちの方がいいよね。痛くなる、熱、うん、くなるもんね。うん、そうかかそそうう肌もどうするうそうだよね、そうだよね、確かに。え、他になんかこういう自分の中でこだわりあったりするのファッションだったりとかビジュアルだったりとか。あ<れ>まあビジュアルは、まあなんかこれが昔に撮ったやつ、なんか 90s のスケートビデオみたいな。ああ<ー>。スタイルだね。 はいはいはい、なるほど、確かに結構、うんた、なるほどね。画質がちょっと悪いは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 い。<laughs> <の>あ、ね、そっか、スケートビデオ系のあれを、あー、そのビジュアルやってるんだ。なるほどね。え、スケートはさ、結構なんずっとやってんのもう、まあ、スケートボード。スケートボード、まあ、トリックとかはやってないけど、まあ、うん、ただクルージング。 あー、ロングボードとかってことロングボード、いやあ、普通のスケートボードで。うん、ロングあー、確かにね。え、じゃあもう普通にこういう、このスケートで、じゃあ、いつもなんか移動手段として使ったりとか。あー、うん、そういうの。今はチャリだけど。あ、今はチャリ。昔は、ね。昔はスケートボードだったっす。えー、そっか。それは、どういう影響でスケートボード始めたの これちょっと変だけど2012年スパイダーマンの映画その主人公ピーター・バーカーがスケートボードしてたからもうやってみよう超いいじゃんスパイダーマンよくない俺スパイダーマン一番好きなんだよマーベルのヒーローのことイエーイだからスパイダーねあなるほどねそういうことだったんだいやでもスパイダーマンよなうんんでスパイダーマン好きなのなんか なんかね、スパイダーマンのオリジン、その、もうなんか俺となんか一緒な感じがする。超リレータブル。In what way? 俺もニューヨークに住んでた時、もうおじさんとおばさんと住んでたから。あ、そうだったんだ。ニューヨークだったし、ニューヨークの学校まあ、通ったりして、友達あんまいなくて、それぐらいだ。ああ、そっかそっか。 じゃあ結構そうスパイダーマンとリレーとしてコミックも結構好きでとか、うん、そう,そう,そうでうその音楽はこれちょっとコニーだけど、うん、その音楽は俺のスーパーパワーになったええー、そうなんだええー、超いいね、うん、えー、だからやっぱ音楽やってるってのもあるのそういう音楽で救われたりとか、うんうん、あそうなんだええーうん、そうかそうか結構ずっと内向的でそれをやっぱなんて表現する、うん、その方法として音楽を見つけたみたいなところはそうそうそう,そう 何回も引っ越したりして、友、ま、達、あ、作る気がなくなってああっ、まあ、どうやって僕のその悩みとかも、うん、のストーリーを表現するか。昔はバスケ、その音楽の前バスケだったんだけど、高校時代、まあ、そのチームなくても何回転校して、音楽にしよう <laughs> ってなって。えー やっぱ、それはミリタリーだったからっていうのは、まあミリタリーっていうか、もう家族関係があって、あ<ー>まあ自分のその、うん、なんていうの、ビハイブリュー、その、うーん、いろいろ、っそっかそっか、はい、なるほどね。ね <laughs> ああ、そういうことか、<ー>なるほどね、うん。それでいろんな学校関係があったりとか。うん え、今は結構ある程度落ち着いてる感じなの、日本に。うん。そうなんだ。うん、え、他に何かいろんなところに住んだりとかしてないの日本うん。日本。日本以外で住んだりとかしてるまあ、まあアメリカいろんなところ。アメリカの今はニューヨーク、LA どっか違うところえっと、高校と大学時代はニューヨークとニュージャージーと。<laughs> でも高校の最後の2年。うん。 俺が卒業した学校はフロリダだった。あ、そうなの。すごいいろんな州行ってるね。そうなんだ。フロリダか。フロリダってすごいな。すごくない。つまんないの。フロリダってつまんないの。つまんない。え、マジでつまない。車ないとどこにも行けないし。ああ、まあ確かにね。ああ、そっかそっかそっか。なるほど。フロリダのせいで俺が運転免許証あるよ。 あ、そういうことフロリダでクソ運転しなきゃいけないと思って、仕方なく、勉強取った。そうなんだえ、車運転あんましないあんましない。あんましないんだ。運転大嫌い。あ、そうなの珍しい。大嫌いなんだ。大嫌いだ。ライブとか嫌い。えぇー。ロスの渋滞やばい。えぇー、マジでやばい。もう、どの時間でも、もう、22時でも、そうね。やばい、やばい、やばい。めっちゃわかる。 俺も LA に6年間ぐらい住んでたから。うん,う,んうん。やばい。今、ね、ロスに家あるのうん。あ、そうなんだ。えぇ、ー。ロスやばいね。ロス,ロスにいるとき、まあ、基本に、えー、チャリで移動してる。ああ、でもそれもいいよね。うんうん、チャリでも結構。でも、危ないよ。<laughs> 危ないか。い確かにね。車とかも考えるとね。 でもチャリのレーンついてることかもたまにないまあ、える。ブロックぐらいえる。確かにね。確かに、そっか。頑張って。頑張って。今まであったのに急になくなって、ええみたいなね。あるよね。え、どの辺にアメリカやね。アメリカらしい。え、どの辺に住んでんのエレンのあ、ヒミスか。言えないですね。ごめんごめん。そっかそっか。エ a ではエ a では何それ。 次はいつ LA 行くのっていの来月お。来月行くの ?LA に来月は何月だ八月八月八月に LA 行くんだえそれは何しに行く感じなの。セックス…嘘えっと仕事仕事仕事

まあ10月からメジャーレベルと契約します。おめでとう。ありがとうございます。やばいね。ありがとうございます。超めんどくさいです。<laughs> <laughs> 見られたらやばいぞ、これ <laughs>。準備がめんどくさいけど楽しみしてる。ええー、すごいね。うん、メジャーレベルと契約するんだ。<laughs> うん、やば。やばいすえ、ちなみに言える内容でいいと思うんだけどさ、どういう感じのやっていくの んーまあ、まあ今、まだ、まだ、その、その、シングルの、うん、まあ、シングル、まあ、バンバン出したいけど、はいはい。そら、その順番、リリース順番、今、まだ決まってる。へえー。そういう感じだ。うん、これリリースして、これリリースして、みたいな。あ、うんうん、今はそういう感じへえー。アルバムとかも一応視野に入れたりとかしてるうんうんうん。そうだ、ねい。いつぐらいとかは、まだ分かってるい来,来年かな。来年。来年の。 まだアルバム出してないよねアルバムまあ、前は出したあ、前出したかあ、そっかそっか。でも、まあ出す気はないアルバム作るのめんどくさいから。シングル優先して、はいはろんなシングルバンバン出して。うん。それは今したい。そうなんだ、ミュージビデオ撮ってとか。うんうん。そっちのがいい。へー、そうなんだ。え、それもあって LA に行くのうん。あそっかそっかそっか。制作しに行くってことうん。おー。 熱いね。うん、いや、マジすごいね。すごいっすね、うん。え、今までもさ、いろんなレーベルと話とかはどうあったっちゃううありました。えー、ねうん、それはどう,ど,うどういうふうになったの、まあ、俺,俺のこと好きだったけど、うん、その俺がその曲の内容とかあんま好きだじゃなかったから、もうやめた。その話続くのは。あその人たちがこういう曲をやってほしいって言ってきたってこと。俺に合わない ただ、そのただなんかコキンホシカと言った,みたい。<laughs> ああ、なるほでね、そこかそこかそこは、ね、はい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 。<も>あそこは、コキンカイは、マ、カズが欲しいから。はい。ああそうなんだ。えどこのメジャーリーベルの。Wanna、okay. <laughs> music Japan。d a b r y e s, Damn, <bro>. <S yes, yes.That's yes, yes. crazy, bro.Yeah, yeah, yeah. yeah. どういうふうにコンタクトされたの俺のマネージャーのおかげです。あそうなんだ。マネージャーの子がマネージャーがワナのつながりがあって、俺のデモを送ってくれたんだ。送ってくれたんだ。送って、俺のこと気になって、バッティングした。え、すごいね。うわ、それいいね。え、じゃあその今までこの次リースするのはもうワナから出るふうになるの ダーン、デューーーン、ファキンドー緊張するよ。緊張するよね。緊張,緊張するね。すごいわ。今までと違う曲も作ってるし、せっかくのメジャーデビューだから。はいはいはい。うん、うわーう、緊張する。<laughs> そうだね。<laughs> うん、え、メジャーデビューしたいなっていう、なんかこのアイディアは固まってきてんの、うんああ 結構ある。結結構構ああるるえ、それは今までとちょっと違う感じになるうん、もっとなんか明るい。あ、そうなんだ。明るい。もっと、なんていうのまあ、優しい。あそうなんだ。え、優しい感じなの優しい感じ。もっと可愛くく。愛くうん絶対嘘やろ。絶対嘘だわ絶対嘘もっとアイドル系。あ 俺さ、あのインスタグラムのところにさ、なんか JPOP イルになるのが夢みたいな。フューチャージポップさん。そうそう。たぶ多分世界初の JPOP、スタイえる JPOP さんになります。やばいね。おもろすぎるよ。 いや、もおるくて。で、ね、それでさ、<laughs> でもその場バイオ読んでさ、おおそういう感じなんだと思って、曲聴いた瞬間、<laughs> えー、みたいな。<laughs> なるや絶対。絶対なるやん。<laughs> それがやっぱおもろいよね。だから今回も、まあ、可愛いい。もっと可愛くして。<laughs> <laughs> そうなんだ。ブルーじゃなくて、ピュッ。<laughs> やばすぎるんだけどそうなんだえ、いつぐらいに出る音なのあとでさえファーストシングルは10月10月だ10月からはい10月に出てるあそっか10月かっていうのはさ10月に出るってことかそのシングルがダーン楽しみだねああ。でも10月っていうのを進めててそれに向けて今曲も作ってる感じなんだうわでもそっか大きな第一歩だねそれはねそっかそっかえこれからさなんていうの なんかこういうふうにしていきたいみたいなさ動き方っていうかさビジョンがあったりするうんまあ予算くれたら絶対なんかやばいの作りました作るえそうなんだいいねいいねいいね俺に予算をくれとドローリースまあ平均2000円ぐらいその予算えマジでえそうなのすごい平均2000円だから俺 1万もくれたらやばいやつ作るから1万はすぐくれるやろ多分百100倍くらいくれるよ頑張ればすごいねそうなんだ10万くれたら戦争作るギャングを作る10含め1含めすごいないや超楽しみだねメジャーでもそうなんだ超楽しみだねやば いいね、いいね。うん、そっかそっか、うわ。え、ちなみにさ、こう、なんていうの、結構ずっとやっぱアーティストとしての目標ったりするこうなりたいみたいな。ああ、まずは、まあ、J-POP スターになりたいです。それは目標。<laughs> それは第一。第一 <laughs> 目標。第二、うん、は、うん、えっとね、<laughs> 家賃払いたい。<laughs> もう何ヶ月払ってないから。<laughs> <laughs> <laughs> <あー笑>もう何が本気なのか分かんねえわ <laughs> <laughs>。第3はシャツ変えたい。シャツ買いたい。新しいシャツ。新しいシャツ、もうずっともうすぐこのシャツ。第4は新世変えたい。 シンセこれが真面目。シンセって何シンセイザー。あ、シンセイザーね。ああ、いいね。あ、それは確かに結構真面目。シンセイザーってどういう楽器なんだっけ楽器楽器。楽器。ピアノみたいな。ああ。ノブがあったり。ああ。音作れる。ああ。曲を作るために新しいやつが欲しいなっていう。そうなんだ。ええ、いいね、いいね。 え、これからもさ、なんかチーム作らずに一人でやっていこうっていう感じなのまあ、チームあります。あ、チームあるんだ。という、あ、まあマネージャーリティさんもね、さっきね。あ、バック DJ とかバック DJ は、まあ、ままああ流れ。うん。好きなのを選んでる。あ、そうなんだ。そのコミュニティの中。ああ、そういう感じやってるんだ。えー。 まあ決まってないけど今まぁ、あ、前回そのクラブでライブした時はシャスボイという、うん、へぇーてくれはいはいはいあ、そうなんだ、うん、えでも結構いろんなところでクラブでやってんの今も今ライブとか今ももういや、もうやめたやめたのやめた最近作ってるかまあ<ー>曲をクラブと合わないからあー前作った曲をもうパフォームしたくないからもうやめよ <laughs> あ、そうなんだでもやめたんだ、うん あ、そうなんだ。ええ、そっかそっか。うん。えじゃあ、もうライブとかしばらくやんなねやったん、まあ、その、その、リーというバンドが、あて、その、ジュジュ・スカイセのエンディングテーマやった。人たあで、その人たちのゲストラッパーとしてやって。え、そうなの。うわ、なるまど。ライブあったら、絶対俺がいるはず。d ー a ー。That's crazy! え、いろんな結構いろんなところやってんの地方とか、うんまあ一昨日いろ茨城のラッキーフェスやりました。やったの？うん、やった。大トリええ、すごいね。ライブって結構儲かる？うん。儲かるで結構いいお金もらえる。うんうん。でも家賃払えない。家賃は払えない。嘘でしょ？絶対絶対十分払えてるって。まあいろんな他のやつ。 他のやつ買ってるから。どういうやつ買ってんのはい、よかした。そっかそっか。え、ちなみに結構アニメとか見るの昔は見てたね。今は。あスパイファミリーね。最近、スパイファミリー見ました。えでもアニメオタクまでじゃないっすあ、そうなんだ。 スパイファミリー、俺もちょっと見てる。最近見てない。おもろいよね、アスパイファミリー。あ、そうなんだ。え、じゃあ何、趣味とか何の？趣味あんまないね。俺、いつも音楽作ってる。あ、マジでそうなんだ。その日常生活に趣味あるんて。え、じゃあ本当に音楽だけだ。音楽とスケボーぐらいかな。え、もうボンミ者だジシャンだね。すごいな。時間かかるよ。まあそうだよね、そうだね。あ、本当。悲しい。 ちなみにさ、1日のルーティーンはどういう感じなの ?1 一日ルーティーンは、うん、まず、まあ、8, 8時ぐらい起きて、ね、つ朝食食べて、<laughs> そんなに変なこと言おうとした。<laughs> <laughs> <laughs> で、そんで、まあ、まあ、<え>夕方ぐらいまでレコーディングして、 その後、まあ、YouTube とか TikTok とか見てる。うん、それだけ何時寝んの俺何時多分、まあ、1時ぐらい。あ、でも結構早いね。1時ぐらい。うんんで、8時に起きてんだ。え、すごいちゃんとしてんな、リズム。うん。やっぱ、できるだけちゃんとしてる。うーん、リズムやっぱキープしようとしてる。やっぱそうなんだ。そうだよな。なんか、その、仕事する気がなくなる あなるほどね。そうかそうか、その自分のモチベーションを保つためにも、いいね、そのメジャーデビューもこそしっていう感じで、<Yes. S 1> これからも精力的に活動していく感じだ。うん、うん、そうかそうか。乳首が硬くなるほど。<laughs> <laughs> 楽しみしない。いいね、いいね。<laughs> え、LA はどんぐらい行ってくるのまあ片道しか買ってないから、あ<っ>まあいつ戻るかわかんないけど。 メジャーービュもううすすぐぐだから多分買っちゃあそうかそうか1ヶ月ぐらいヶ月行ってその時あ曲も作りながらいろいろやって帰ってきてリリースしてみたいな制作だけで制作だけで作だけでいいねでもそっかじゃあその10月にリリースしてそっからどんどんこれからもリリースシングルやっていく形になるんだねそっかそっかいいなわあ YouTube とかもこれから載せたりするの。まあ頑張る。まあ頑張る。<laughs> ぜひ定期的にいろ <laughs>、うん、そっかそっか。オッケー。<Okay> なんかアイディアあったら作る。うん、あ、そういう感じだ。オッケー。なるほどね。まあそういうことでこれからね、多分さらにメジャーデビューもして本格的にね、本格にどんどんリリースすると思うんでね。ぜひぜひあのー、何のリンクがいいかな。オッケー。SNS。 まあ、とりあえず、今インスタで、インスタとティックトック、メインで、メインやってる。じゃ、あそのリンクとかも、下の方に貼ってくしぜひぜひね。フォローしてね。フォローしてください。ぜひぜひ。ぜひフォローしてね。絶対ね。絶対。約束ね。わかった。じゃ、あ俺、一緒、一小節だけラップしていい。え、お、もちろん、もちろん。一小節。してくれんの?。一小節。うん。一小節、ぜひ。いや。でも、そのビッチにながした。オッケー、終わり。 I know, all right, all right? <laughs> yo, 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 Kazuo, the future J pop star, fuck with me, <OLED> fuck, uh, Ow. Chicago pizza, fuck Chicago pizza, fucking lasagna. じゃということで、ぜひぜひね、これからも応援お願いしますということで、これからね、回のエピソードも応援しましょう。ありがとうございます。ありがとう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 。